炭酸飲料を飲み続けた男の末路。少しなら大丈夫だろう。俺はアラサー会社員のゴングー。昔からジュースが大好きで、小さい頃から甘い炭酸飲料をこよなく愛していた。ぽはー、やっぱり末路サイダーは最高だな。おいゴングー、サイダーばっか飲んでると骨が溶けちまうぞ。そんなの嘘に決まってんだろ、誰が信じんだよ。ぽはー、やっぱり何年経っても松野サイダーはうめえな。居酒屋来たんだからたまにはビールぐらい飲めよ。酒なんていらねえよ。あ、お兄さん、チョコパフェ一つ。サイダーってめちゃくちゃ砂糖入ってるんだぞ、あんま飲みすぎんなよ。まあほどほどにしとくわ。とは言いつつ、俺も会社の健康診断に引っかかったこともあり、松野サイダーをやめようか真剣に悩んでいた。そこで俺は思いついた。そうだ、ゼロシュガーのサイダーにすればいいんだ。これで一生飲んでられるぞ。それから俺は場所時間など関係なく、水のように炭酸飲料を飲み続けた。体重が100キロを超え始めた頃から体に異変が起こり始めていた。腹が痛い。今日でトイレ何回目だ。なんか変なもんでも食ったかな。ごめんお待たせ。いや最近腹の調子が悪くてさ。ゴングー、お前歯が溶けてるぞ。しかも歯が黒く変色してるし。自分では全く気づかなかったが、前歯が黒く変色し溶けていることに気がついた。え、嘘だろ。歯が変色し溶け出しているにもかかわらず、松野サイダーに手を伸ばしている自分がいた。これが原因だと分かっていてもやめられない。少しなら大丈夫だろう。先生、最近何食べても甘みを感じないんですよ。俺もしかして流行りの病気にかかってしまったんですかね。ゴングーさん、検査の結果、あなたは重度の糖尿病であることが分かりました。残念ながら糖尿病は今の医療では完治は難しいとされています。しかもあなたがおっしゃっていた味覚の異常は人工甘味料の過剰摂取によるものだと考えられます。検査入院をしてもう少し様子を見ましょうか。はい、分かりました。ダメだ、やっぱりジュースとお菓子がないと落ち着かない。ちょっとだけなら大丈夫だろう。俺は隠していたジュースやお菓子を食べまくった。一度飲み始めるとダムが崩壊するように、自分で止めることはできなかった。なんか最近面白い番組ないかな。ん？今朝松野病院で入院中の患者が心筋梗塞で倒れて、先ほど息を引き取ったようです。ゴングーが倒れただって？このニュースってまさか。